はい。おはようございます。沖縄パパです。はい。今日も、那覇は,は暑いです。多分31度ですね。最高気温。はい。えー、一応ね、えー、昨日もね、えー、夜はあ、窓を開けて、えー、冷房切って寝れました。あー。でもね、カーテン閉めちゃうとね、窓を開けてカーテン閉めるとね、やっぱりね、寝苦しくてね、汗びっしょりでね、もう、 着替えました、もう。夜中に起きて、もうすごい気持ち悪くてね。で、仕方がないんで、カーテン開けて寝ました。<laughs> 風邪ひきそうなのが心配なんですけど。まあ、大丈夫でしょう。はい、えー、まあ、今日のね、朝の雑談です。<laughs> はい、えー、結局はね、えー、あふーのれ、リカリカーの人たちはね、 えー、賢いんじゃないかなっていうお話です。えっ、ー、とね、えー、昨日ね、実は10名さんが私あのお話に入れてなかったんですけど、えー、言ってたことがありまして、人間には2種類あるということです。で、1種類目の人たちは、まあ考えてわかる人たちですね。はい。考えてわかる人たちです。はい。 なので、えー、まあ自分から情報を取りに行ってね、いろいろ分析して考えるというね、そういう習慣がある人たちですね。そういう考えていわかる人たち、また言われたことを考える人たちは目覚めてます。もうすでに。はい。言ってました。で、もう人たちの、もう一つの方ですね。もう一つの方は、自分で体験してみないと絶対に気づかない人たちです。はい。 この類の人たちが世の中の90%以上を占めています。はい。そういうことなんですよ。つまり今起きていることはね。はい。えー、世の中の90%以上は自分で体験してみないとわからない人たちなんですね。はい。えー、ということで、えー、アフリカの,もあの話題に行きます、はい。アフリカね、なんかね、聞いた話によると、 ほとんどね、あの、練り物のね、えー、お配り会場ですね、えー。配布会場にね、誰も人が来ないと。で、えー、もらってきたね。ほら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 。もらってきたね。その、<laughs> 逃げちゃいましたよ。はい、こ何食べたかったのそうなんですか。おやつ食べたいそうです。はい、えー、ごめんね。はい、えー、お配り会場にね、誰も人が来ないそうなんです。でね、えー、結局ね、彼らはなんで行かないのか。あーね、過去のね、練り物でね、 ひどい目に遭ってるからなんですよね。簡単なことなんですよ。だからもう練り物はうんざりって思ってるんですよね。はい。そういうことなんです。えー、彼らは体験してわかってます。はい。しかし、今回のことは体験してなくても、過去のことを体験してるので、もううんざりってわかってるんですね。 なんかね、私思うんですけど、もしかしたら新しいね、世界に入れる人たちね、ほとんどがアフリカの人たちなんじゃないかなーってちょっと思ったりしてます。彼はね、彼らは何があってもね、練り物食わないでしょうから。<laughs> そういうことなんですよ。はい。まあね、しょうがないですね。<laughs> はい。そういうことです。 ねおやつのね、えー、缶詰は美味しいでしょうかね。はい。モンプチさんです。はい。<laughs> はーい。そういうわけですね。はい。<laughs> はい、はいえー。そういうわけでね。えー、まあ、アフリカの人たちはね、賢かったということですね。はい。そして私たちはね、なるべくね、えー、経験しなくてもわかるような、考えたらわかるような人間に、 えー、なりたいとは思いますけど、ほとんどの人がそうじゃないっていうことを今回露呈しちゃいましたね。はい、えー、ちなみにね、昨日ね、あ、一昨日ですね、一昨日の日曜日に大黒ドラッグに行ってきて店員さんと話したんですけど、その方はね、あのー、あれですね、えー、もうね、練り物を2個食べちゃったと。はい、でもね、ひどい目にあったんで、もう3、3回目はもう食べないって言ってましたね。 はい、えー、まあ、そういう人がいるのが救いです。はい、皆さんね、そういうわけです。はい、私たちはね、まあ、9割のね、そういう、あの、経験しなければわからない人たちと一緒に住んでいるので、もう、しょうがないっちゃ、しょうがないですけど、そういう人たちにね、えー、まあ、免疫を上げる方法とかね、えー、まあ、デトックスの方法とかね、そういうのをね、こう、なるべく知らせてあげるようにしましょうね。 はい。ええー、それではまた、あ朝の、お沖縄ばばのお、ね、雑談でした。はい。はい、話ナッ <laughs> ね自由ですね、自由。はい。<laughs>